起きました。最近アミがさ、起きるの早くてさ、遅くても9時、いや8時半ぐらいに起きてるかな。なんかそれも自然に目が覚めるっていう謎のね、習慣がついてます。このパッカーをしてます。今いろんなパッカーさを使ってるんだけど、これめちゃめちゃ化粧水がたっぷりなタイプでめっちゃいい。今日は出かける予定ではないけど、お家でリールとかにあげる服の動画を撮るから化粧します。よし、今化粧が終わって、ちょっと髪の毛はまだ何もしてないんですけど、頼んでた荷物が来たからちょっと見せます。じゃーん、可愛くない？めっちゃ予約注文してずっと待ってた。めっちゃ可愛い。やばい、これよいしょ。じゃん、定期的に頼んでるグレールちゃん。あ、これは、あ、わかったわかった。今日これの動画撮ろう。インスタとか TikTok で載せます。え、これかわいい。当たり当たり。じゃあちょっとどうしよう、髪の毛やります。ちょっとアミはもう準備終わったっていうか、やること今朝の終わったんですけど、ミオはまだのんきに寝てますね。でもいつもほんとこんな感じ。ちょっとアミはお腹空いたのでご飯作ります。よいしょ。うわ、すごい。でも見た目からしてめっちゃもったりしてる。いつも通りのご飯ですが、いただきます。本当に最近ミユと朝のリズムがちょっと違う。アミが早すぎんのかな、ミユが遅すぎんのか。だからアミは今日はリールとかファッションの動画だけ撮って、あとは今日はジムに行くっていう感じかな。やばい、ちょっと入れすぎた。見て、めっちゃたっぷり。おいしいかも。うん、最近コストコにアミの大好きなオイコスの無糖のやつが売ってなくて、行ってなかったら違うのを買うようにしてるんですけど、今回も初めましてのヨーグルトを買いました。あ、おはよう。やっと起きてきました。のそのさり。めちゃくちゃ美味しい。美味しすぎる。
おはようございます。10時に起きました。今日はいつも10時です。みーは大体で、今日は編集とジムの予定しかないのでメイクはしません。はい。昨日何時まで起きてたの？4時前ぐらいかな。4時前？うん。そんな起きてたの？そう、だから本当にさ、朝の時間が違うっていうか、夜寝る時間も違うよね。あ、でも確かにそうだね。はい、じゃあさ、撮影もするから今日は眉毛も描こう。ちゃっと。ということで、今日はねちょっと髪巻く予定はなかったんですけど、ちょっと寝癖がひどかったので巻いちゃいました。準備はできたのでご飯を食べていきます。はい、ということでご飯の準備ができました。ヨーグルトと、こちらは焼き芋とバームクーヘンですね。バームクーヘンは友達からもらったので、ちょこちょこ切りながら食べております。最近のみゆの日課なんだけど、写真を撮ります。これはスレッズに食べたものを載せようってことをしていて載せてます。いただきます。朝、最近はだいたいいつも11時ぐらいにウェアを上げてるのでウェアの投稿をしてます。これは最近の日課、毎日上げてるから結構もう習慣づいて、だいたい午前中、できれば午前中のうちに上げてます。はい、ということでみゆもウェアを上げます。基本的に毎日あげてるので、よかったら見てください。私はもう終わりました。で、それをするときに絶対にお菓子を食べます。私はもう食べ終わりました。だってさ、12時なのにさ食べてんだよ。おかしいけど、でもさ、なんか食べたくなっちゃうんだよね。そうなの。よし、今日はどんな感じで撮ろうかな。こんな感じで立てて一人で撮影していきます。ということで、そろそろジムに行ってきます。行ってくるぞ。今日も頑張ろう。ということで、ジム終わり。めっちゃ汗。私たちは今チョコタップに来てるんですけど、チョコタップが8月の15日まで、ミユたちのコードを使ってもらえると最大3600円引きになるみたいなので、うん、夏までに痩せたいとかね。そうだね。気になる子はよかったらチェックしてみてください。
マミたちもね、きっかけはあの札幌コレクションだったけど、そこからなんだかんだでやっぱ夏まで引き締めときたいみたいな感じでね、うん、結構通ってるんだよね、うん、確かに。ってことでお家に帰ります。ご飯ご飯お腹空いたね。はい、お家に帰ってきて夜ご飯の時間です。いただきます。いただきます。はい、今ご飯を食べ終わってちょっとゆっくりしてるところです。お腹がいっぱいじゃん。アミはデザートのピノ食べます。ピノは後で食べる。インスタ投稿作らなければ。リアも先終わらせた。うん、うん、うん。何の時間？インスタ投稿作って編集してお風呂入って寝ます。動画終わらせようとしちゃった。早っ。あ、明日からは幸せの旅。そうなんだよね。お腹空かせていかなきゃ。いっぱい空かせていかないとダメだよ。やばい、だから今日の夜から事前準備が大事だったんだけど。え、今日の夜は大丈夫だよ。え、大丈夫じゃなかった？大丈夫か。うん。とりあえず編集しよう。編集、うん、今日は編集して動画撮ってて、なんか何もない日のはずなのに結局こうなるんだよね。え、そうね、それな、うん、編集とかばっかしてるよね。そうそうそう。でもなんかアミ何もないの苦手だからさ、いいんだけどね。いや、アミは何もない日を過ごしたい。アミは何もなくても平気だよね。大丈夫。結局暇でも何かしらやってる。暇にならない。アミなんだよね、うん、すごいよね、アミね、うん、お風呂に行ってきます。なんかお水用意してたら濡れちゃった。お風呂から出てきました。あー、今日も今日とて何時間ぐらいお風呂に入ってだろうか。はい、ということでスキンケアとかいろいろ終わったので、ドライヤーをしてやることを終わらせたいと思います。もうもうはい、ということでね、はあ、やることが終わりました。やっとやっと。ピノさんを食べます。いただきます。あ、アミもアーモンド食べよ。ほんとナッツ類は夜の編集の音も間違いない。うん、これからちょっとね、急いで編集しないといけないから頑張る。リアもうね、終わる1本やらなきゃいけなかったのが。うんだよね。頑張ります。